皆さんこんにちは、 Bレジェンド大林です。今回はトレーニングの解説動画ということでケーブルクロスの解説をしていきます。意外と難しい種目なので、しっかりねポイントを押さえた上でやっていただければなと思います。ハンドルを持っていただいたら、ここがこうちょうどハンドルの間だとしたら、そこから一歩前に出ていただいて、足は前後に開いていただいた方がバランス取りやすいかなと思います。で、ここでしっかり肩甲骨を寄せて胸を肩を落として胸を張った姿勢作ります。ここから正面に向かってぐーっとハンドルを近づけて開いて近づけて開いて近づけて開いてというふうにやっていきます。で、注意点なんですが、押すときにぐっと体が丸まってしまわないようにですね、肘と肘を近づける意識、谷間を作るようなイメージでですね、肘と肘をあくまでも近づける、ぐっとこう肩を前に出すように動作をしてしまうと肩の怪我の恐れがありますので、しっかり胸を張ったまま谷間を作る意識でぐっと肘を寄せていくという意識で動くようにしてみてください。正面に向かって押してくる動きのバリエーションでやらせていただきました。これでやるとですね、大胸筋のチューブ真ん中あたりを鍛えることができるんですけども、やり方によって大胸筋の下部とか上部、いろんな角度で鍛えることができます。例えばここから下に向かってグッと押してくる、下に向かってハンドルを動かすと大胸筋の下部の方ですねを鍛えることができます。今度は下の方にですね、このハンドルをつけていただいて、下から上に向かってハンドルを動かしていただくと、大胸筋の上の方の筋肉により刺激を与えることができますので、目的に応じて使い分けていただければなと思います。それでは今回ケーブルクロスのやり方を解説させていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。